花すば。これがハロウィン祭り。街がキラキラしていて綺麗。かぼちゃの形の飾りなんて珍しいです。お兄様の故郷の国には不思議な風習が随分多いみたいですね。ハロウィン初心者のあなたたちにこの私が楽しみ方を教えてあげようかしら。いい？基本はトリックオアトリートよ。あ、その言葉お兄様が何度か口にしていましたね。お菓子かいたずらかって意味よ。特別な衣装を着た人は街のいろんなお家を回って住人にこの言葉を投げかけるの。お菓子をくれない人はいたずらをされちゃうってことですか？その通り。お菓子も用意できないような対象なしはいたずらされて当然よね。それだと悪いことをしているような気がするのですが。全然違うわよ。楽しい交流の一環なんだから。これを機に見ず知らずの相手と友達になれちゃうかも。見ず知らずの人と友達に。なんて素敵なお祭りなの。お兄様はやっぱりすごいです。本来恐怖の対象であるはずのかぼちゃの襲来をこんなにも楽しげなお祭りに変えてしまうなんて。そうね。美味しいけど怖いかぼちゃのイメージアップにもつながったんじゃないかしら。そうですね。毎年恒例の行事にしてもいいかもしれません。二人ともちゃんと覚えたかしら。私に続いて言ってごらんなさい。トリックオアトリート。トリックオアトリート。お菓子をくれないといたずらしますよ。いいわね。今の調子でみんなのところを回ってお菓子を集めまくりなさい。はい、それでは行きましょう。トリックオアトリート。お菓子をくれないなら友達に。このすば。